袖イカは全世界の熱帯から亜熱帯水域にかけて生息するイカの一種である。生態で胴長約100センチメートル、体重は20キログラムほど、最高30キログラムにまで成長する大型の種である。T ロンバスの学名は本種のヒレを広げた長さが銅長とほとんど同じなため全体としてひし形をなすところから来ている。 食用に供されるイカとしては最も大きいものの一つである。日本海及び沖縄近海、伊豆大島、小笠原諸島近海域では商業的な漁獲が行われており、特に1990年代に入ってからは沖縄県や鹿児島県では基幹漁業となっている。市場では赤イカの商品名で販売されることも多いが、標準和名が赤イカである種は別に存在する。 袖イカの和名は、第三腕の保護膜を支える肉中が分厚く、袖のように見えるところから来ている。別名として、赤イカ,カ、メオトイカ、沖縄県の聖イ,イカ、日本海沿岸のタルイカ、島根県のベニイカ、ドータリーイカ、富山県の観音イカ、また、オートビイカ、ウシイカ、ダライカ、真珠イカなどが知られている。英語では、ディアマンスクイドともいい、体型がひし形であることに由来している。 ソデイカの乱海。ソデイカは食用イカとしては最大級に成長する種である。体は鮮やかな赤色をしており、筋肉質で砲弾のような防水型をしている。触手には2列、触腕には4列の吸盤があり、発光器は持たない。頭部は胴よりやや小さく、両側に海岸型の目を持つ。ソデイカは一家一族一種であり、特徴的な体型や、 袖状の保護膜から他のイカと見間違うことは少ない。孵化直後の地種は無数の色素法が特徴である。熱帯、亜熱帯海域を中心に生息するが、日本近海のように暖流の流れる海域では、より高緯度にも分布し、国内では北海道の利尻島に本種が漂着した記録がある。水深0から250メートルに生息し、昼間は深みに止まり、 夜間は餌を求めて海面近くまで登る。大きな群れは作らず、2尾で泳いでいることが多く、観察されることから前述の新中イカ、あるいは夫婦イカのような衣装が付けられたが、実際に釣り上げて調べてみると死ゆでない例も多い。平行石や軟骨の解析から寿命は約1年と考えられている。袖イカは段階域では記念にわたって、 ゼラチン質に包まれた卵塊を生み、一つの卵塊中には最大で7万6千個の卵が含まれる。また本種は特定の産卵状を持たない。ソデイカはマイクロンレクトンなどを中心とした小型生物を主に捕食するが、比較的大型の餌生物も積極的に捕食する。ソデイカは餌生物を後期で短冊状、または 断片状に噛み砕いて捕食するため、生物体前景による、胃内容物の同定は期待できないが、外洋域では、裸かワシカ、横エソカなどの比較的小型の浮遊性魚類、裸エソカ、シギウナギカなどの肉食深海性魚類の知死、サメ肌ホウズキイカカ、ヤツデイカカ、ツメイカカなどの若体のイカ類やホタルイカモドキカの、生態のイカ類、アミダコカなどの外洋生物フレケタコ類が、 餌生物として報告されており、また、日本海では、スルメイカと、マイワシ、また、ホタルイカモドキ、ヤリイカ、そのタイカタコ類断片、魚類断片などが、いない用物として報告されている。小笠原海域では、裸イワシ類、ホタルイカ類などが、いない用物から確認されている。市場に並ぶ、ソデイカ。日本国内において、1960年代、 前半まで本州の利用はイカ拾いと呼ばれる漂着個体の採集や低地網による漁獲あるいは修業等を用いた夜間操業による一本釣りが小規模に行われるのみに止まっていたが兵庫県田島地域の漁業者が樽や桶を浮きに使ってそこから疑似餌をつけた100メートルほどの糸を垂らして本州を釣り上げるそんなが市立川漁法を開発してから積極的な 漁業利用が始まった。この漁法が田島各地域で導入された結果、それまで利用度の低かった袖手以資源は高度に活用されることなり、さらには漁法の電波により、他府県の日本海沿岸域や沖縄、鹿児島周辺海域、小笠原海域においても新規漁場開発が加速化された。2014年時点で日本国内の漁獲の約半分は 沖縄で、次に、鹿児島県、兵庫県、鳥取県、京都府、福井県、島根県などが続く。刺身が一般的であるが揚げ物、焼き物、炒め物と様々な料理に使える。生鮮なものは、やや固く大味であるが一度冷凍して解凍すると、身が柔らかくなり、ねっとりとした食感と甘みが生まれて美味しい。価格も手頃なため、 回転寿司などの外食店で使われることが多い。ありがとうございます。